こんにちは、大悟です。本日は理科実験王道のスライム作りに挑戦したいと思います。それでは大悟の大実験。はい、はい、それでは今からスライム作りをしたいと思います。材料は非常に簡単です。お水を準備します。そしてあと放射、これは放散な、あの放散もので薬局に売ってます。あとはこれは洗濯のりです。 PVA という洗濯のりをこちらもスーパーとかで売ってます。これが準備すれば OK です。はい、それでは最初にこのプラコップの3分の1ぐらいの水に対して同じく3分の1ぐらい PVA、 ここにリビニルアルコール洗濯のりを注ぎます。はい、そうしましたらよく混ぜます。それではせっかくなんで色をつけたいと思います。緑色ということで食紅を、はい、それでは続いて放射を入れます。3分の1の中にですね、溶けきれないぐらい放射を入れます。で、まあ、大さじ1杯ぐらい入れておけば、ちょっと大さじ1杯ちょっと少ないですね、はい、入れてよく混ぜます。じゃあそれではこのもう溶けきれないちょっと残ったですね放射を確認して、十分飽和という溶けきれない状態になりました。じゃあこれにこれを入れてですね、じゃあ果たしてスライムができるかと。すごいです。おお、固まってきました。って感じですね。こんな感じ。おお。って感じですね。こういうのですね、ゲル状って言うんですけど、音。液体と固体の間ですね。こういうゲル。うわ、ベタベタだ。これ実際これ今回は。食紅で色つけたんですけど、実はこれに砂鉄を入れたりすると磁石にくっつくスライムができたりとか。はい、ということで実験大成功。本日このスライムやっぱり面白いですね。あの幼稚園の時に1回やったことあるし、小学校の時もやったことあるかもしれません。でもこれちゃんと作り方さえ覚えればいつでもできます。ということで点数は90点ぐらいですかね、面白度。はい、素晴らしい。このスライムでいろいろ色作ったりとかですね、遊んでもらいたいなというふうに思います。それでは大悟でした。またねー。